こんにちは。札幌からお天気をお伝えします。昨日の雨が空をきれいにしてくれました。今日は青空が復活して半袖日和になっています。では札幌のこの1週間の最高気温を振り返ります。25度以上まで上がったのは水曜日だけで、このように平年を下回る気温が続きました。昨日までの7日間の日照時間の合計は平年の 33% しかなかったんですね。でも今日以降の予想最高気温、これまでとガラリと変わります。25度以上の夏日の日が多くなります。日曜日にかけては晴れてカラッとした暑さです。月曜日以降はぐずついた天気になるんですが、気温が高くなるのは蒸し暑い空気が入ってくるからです。週明け以降は肌にまとわりつくような蒸し暑さになりそうです。ということで来週にかけての天気のポイントはこちらです。来週になると湿度もかなり高くなってきます。熱中症の危険も高くなるんですね。屋外だけでなく部屋の中にいても水分補給はなさってください。では今の釧路の様子です。綺麗な青空です。午後の天気です。久しぶりに晴れマークが並びます。日差しと乾いた空気で溜まった洗濯物が乾きそうです。浦河はにわか雨があるかもしれません。予想最高気温です。その雲が多めの浦河では昨日より2度低い18度の予想。他は昨日より5度前後高いところが多いでしょう。札幌は25度、旭川と岩見沢は昨日より7度も高く26度まで上がりそうです。今の函館です。こちらも日差しいっぱいで22度まで上がっています。週間天気です。明日土曜日は太平洋側で雲が多いですが、日曜日は各地で夏空が広がります。帯広は日曜日30度の真夏日、他も内陸では30度近い暑さでしょう。月曜日以降はさらに蒸し暑くなりそうです。